皆さん、こんにちは、マーティーン。ではの役場、キネトクです。エネルギーの秘密。確かにエネルギーも、SDGs の一環ですね。はい。これ、エネルギーの利用となるものは、石油、石炭、天然ガス、ウラン、風力、太陽光、地熱、水力によっていろいろガソリンとかいろいろです。地下になるものは、電車、掃除機、エスカレーター、洗濯機、熱は電気ヒーター、電気こたつ、ドライヤー、オーブントースター、光は照明、懐中電灯、テレビ、音もそうです。ラジオ、オーディオ機器、ブザー、他にもパソコン、ゲーム機、いろんなもの、家電製品が、エネルギーの元となっております。やはり勉強になりますね。はい。人類、人のエネルギーによっても使われております。では、自然エネルギーはどうなるのか。太陽光発電、風力発電、地熱発電、前も紹介した話でございますが、これが自然を利用した発電でございます。はい。水力発電もそうです。浴水式水力発電、これ前もやったやつですね。はい。エネルギー改定版まだあるんですが、いろいろな仕組みによって勉強になります。原子燃料のリサイクルいろいろあってね、こういう再利用いろいろして、まあ発電所ですね、はい。まあ放射線器物もありますね、当然。確か東日本大震災で被害が起きた福島県に使われてますね、特に。確かに電気は必要なもの。省エネ電気はまあ照明機器、エアコン、冷蔵庫、電気、電気こたつ、洗濯、いろいろ工夫してるそうでございます。今後の社会の在り方も変える。というわけで、エネルギー改訂版でした。バイバーイ。